迎えに来る軍の飛行船って、あのごつい装甲の飛行艇よね。警備飛行艇ですね。軍の主力艦艇ですから、多分そうだと思います。火力、積載量、機動性の全てにおいて高い性能を持つ王国軍の警備飛行艇。10年前に開発されてから様々な改良がなされたそうね。はい、基本性能の向上に加えて様々な追加兵装を加えることが可能になっています。哨戒機、偵察機、攻撃機、各艦艇の兵装を変えることで柔軟な艦隊編成を目指すという構想に基づいていると聞きました。さすがは飛行船先進国だ。共和国にも飛行艦隊はあるが、張り子の虎に近いからな。それは帝国でも同じさ。飛行艦隊もあるにはあるが、やはり主力は戦車師団だからね。まもなく第一発着場に王国軍所属艦艇が着陸いたします。関係者以外の立ち入りはどうかご遠慮ください。おっと、来たわね。あれ?なんか聞いたことのないエンジン音のような気が。これは、あ、乗せる船ってアルセイユのことだったんだ。昨日ユリアさんに連絡した時はそんな話は出ませんでしたけど。よう、エステル。みんな久しぶりだね。え、あなたたちは妙なところで再会するじゃねえか。よろしくね、エステルちゃんたち。どうしてナイアルたちがアルセイユに乗っているのよ。それは私の方から説明させてもらうよ。あ、ユリアさん。ユリアさん、どうして昨日はアルセイユが来るなんて教えてくれませんでしたよね。殿下を驚かせたくて秘密にしておりました。どうも申し訳ありません。もうユリアさんたら。ではアルセイユを使うのはおばあ様の計らいなのですね。ええ、ご推察の通りです。どうして女王様が名高き親衛艦を投入すれば竜の出現に怯える人々の不安を減じられるのではないか。そのようなご配慮というわけだ。ああ、なるほど。さすがアリシア陛下だ。そちらの記者諸君がいるのも同じような理由なのかな。ま、そういうことだ。今度の竜の出現はインパクトが大きすぎるからな。うちの報道を通じて国民の動揺を防ぎたいらしい。ナイアル殿、くれぐれも。待ってますって。機密は記事にはしませんよ。
ただ公正さを保つためにもある程度は突っ込みますぜ。了解した。時間通り来たようだな。モルガン将軍、同行を認めてくださって感謝しているわ。まあ女王陛下のご意向もあったからな。誤解のないように言っておくが、お主らはあくまでオブザーバーの身に過ぎん。基本的には我々の作戦を眺めてもらうだけにしてもらうぞ。それでいいわ。軍の作戦でケリがつくならそれはそれでオッケーだし。せいぜいお手並みを拝見させてもらいますよ。まあいい。姫様どうぞこちらへ。ブリッジに案内しますゆえ。ですが、王家の船に姫様を客人としてお乗せするわけには参りませぬ。クルーの士気にも関わりましょう。わかりました。相変わらず素っ気ない人よね。いい加減遊撃士を認めてくれてもいいのに。頑固な方だから態度をいきなり変えるのを良しとしないのだろう。君たちの案内は私がさせていただくよ。改めてようこそ遊撃士諸君。王室親衛隊所属巡洋艦アルセイユへ。遅かったか。行っちゃった。もう少し早めに起きて出発しとくんだったな。仕方ない。竜の観察はエステルたちに任せとくか。そうですね。でも、一度アルセイユに乗ってみたかったの。なんだ？またメカフェシかよ。だって見どころが満載らしいんですよ。新型エンジン破棄を格納するエンジンルーム、高度な情報処理機能を備えた次世代型ブリッジ。はあ、憧れちゃいます。ったく目をキラキラさせやがって。でもアガットさん、これからどうするんですか？そうだな、まずは代わりの銃剣を調達しておきたいところだ。あ、そっか。あそこまで折れちゃったら修理もできなさそうですね。ああ、買い替えるしかねえだろう。南外区の武器屋で同じものを調達しておくか。アガットさん。よう、テッド。受付のお兄さん。ああ、やっぱり間に合わなかったみたいですね。今なら動力通信が通じますけど、アルセイユに連絡しますか？いや、別にいいさ。しかし、わざわざ俺たちが乗れたか確認しに来たのかよ。あ、それもあるんですけど、
実は昨日の最終便でアガットさん宛ての速達物が届いていたのを見つけたんです。俺宛ての速達物だと？ええ、ラッセルという方からの小包なんですけど。え？おじいちゃんからの？では、王国軍による竜捕獲作戦の説明を始める。本作戦は飛行艦隊によって遂行されるものだ。地上部隊はリベール各地の警戒、防衛に徹するのみとする。リベール各地ということはボース地方だけじゃないわけね。昨日の一件で竜の飛行能力がかなりのものであることが判明した。いつ他の地方が襲われぬとも限るまい。うん、確かに。そこで今回の作戦にはこのアルセイユに加えて警備飛行艇12隻を投入する。これは全警備艇の5分の2に相当する数だ。あの警備艇が12隻も？それは大盤振る舞いだね。ユリア大尉。はっ。もう。これは今回の作戦行動図ですな。うん、その通り。今このアルセイユはボース上空を巡航しておる。本作戦でアルセイユは作戦司令部として機能する。そして実際の哨戒活動は広域レーダーを搭載した警備艇8隻に当たらせる。竜が上空に現れたら確実に捕捉できるはずだ。そして竜が発見された場合、警備艇が急行しガトリング砲で牽制しながら竜をバレリア湖上空に誘導する。そして竜発見と同時に麻酔弾を搭載した警備艇がレイストン要塞から緊急発進し追い立てられた竜を迎撃。ありったけの麻酔弾を持って竜を沈黙させるというわけだ。これが竜捕獲作戦の概要だ。うわ、さすがにギルドとは作戦のスケールが違うわね。竜が麻酔弾で倒れなかった場合、捕獲から退治に切り替えるのかしら。うん、全艦隊にある集中砲火を持って撃破するしかあるまい。女王陛下は退治よりも捕獲を優先してほしいとの意向だが。え？どうして？竜といえば伝承にも登場する極めて珍しい生物だからな。退治は忍びないとおっしゃっていた。そうですね、結社に操られている可能性も高そうですし。そっか、確かに。そういえば竜を操っていたレーベって男、ゴスペルを持ってたわよ。
動力停止現象の危険だな。ラッセル博士によれば、動力停止現象の連鎖範囲はおよそ5アージュだという。故に各艦艇には10アージュ以上竜に近づかないように徹底させる。そうすれば問題ないはずだ。なるほど。恐れ入った。万全の対策というわけだね。我らも伊達に100日戦役を経験したわけではないからな。まあこの作戦が失敗したらさすがに打つ手に困るところだ。その時はよろしく頼むぞ。殊勝なこと言っちゃって。作戦が失敗するなんて思ってもいないんじゃない？当たり前だ。この作戦問題があるとすれば、竜が発見されるまで辛抱強く待たねばならんことくらいだからな。確かに。無駄足だった場合はどうするの？いや、これまでの結社の手口を考えたらそれはないだろう。必ずやあの竜を使って何かしでかすつもりに違いない。そっか、確かにそうね。それでは遊撃手諸君、竜が発見され次第アナウンスでお知らせする。それまでは艦内でゆっくりくつろがれるといいだろう。なんだお主か。どうしたのモルガン将軍、こんなとこに一人だなんて。改めて作戦計画を見直していたところだ。完璧に見える計画でも時を置いて見返せばアラが見つかるものでな。それで何か欠点は見つかった？いや、今のところはない。よほど不測の事態がない限り本作戦は成功を収めるはずだ。残念ながらさすがに今回はお主らの出番もないだろう。ま、だといいんだけど。でもいざとなったら私たちも手を貸すわよ。上官を許可してくれたんだもん。少しは期待されてるってことよね。無論そのつもりだが、お主らが自由に動けるのは我々の作戦が終了した後の話。作戦行動中はあくまでこちらの指示に従ってもらうぞ。大丈夫、分かってますって。まずはおとなしくお手並みを拝見させてもらうわ。小娘が言いおるわい。竜と遭遇するまでまだ若干の猶予があるはずだ。それまでせいぜい準備を整えておくがいい。おや、エステル君、館内の散策中かい？ま、そんなとこだけど。って、あんた作戦前に何飲んでるのよ。これは前祝いの杯だよ。天才詩人と伝説の竜との運命的開口を祝っているのさ。天才詩人はともかく、伝説の竜ね。もしかして帝国にも竜の話があったりするの？ああ、もちろんあるよ。ボース地方にほど近い南部では竜の目撃談や伝承も多くってね。百日戦役の前には帝国科学院の呼びかけで調査隊が計画されたこともある。へえ、本格的じゃない。やっぱり帝国人にとっても古代竜は未知の存在なのね。うん、おおむねはそう考えて正しいだろうが、だが帝国人の場合はもっと割り切った考え方をするかな。割り切った考え？リベール王国と比べると随分と植物的なんだよ。今回の事件が帝国で起きていれば即座に捕殺の命が下っただろう。外敵には完全と立ち向かうのが帝国流のやり方だからね。竜だろうが何だろうが
お構いなしに叩き落とすはずさ。なんか殺伐としてるわね。武をもって国を案ずるがエルボニア帝国の流儀だからね。愛と平和の使者たる詩人にとってはいささか悲しいところではあるよ。龍が帝国に逃げ込むのもなかなか興味深い筋立てではあるが、現実になったら新たな紛争の口実にされるのが関の山だろうね。モルガン将軍もそのあたりのことは十分に配慮して指揮を取るはずさ。しまして、あれ、もしかしてドロシーも心配してくれてたの？それはもちろん。あのヨシュア君の写真撮ったのは私なんだよ。そのせいでエステルちゃんが落ち込むなんて嫌だなって。そっかごめんねドロシー。気にしないでいいってば。私の方がお姉さんなんだし、エステルちゃんを励まして当然だよ。もし他にも悩みがあったらいつでもドーンと相談しちゃって。ありがとう、考えとくわ。よう、エステルじゃねえか。竜が現れるまで暇つぶしってところか。まあそんなとこね。ナイアルたちは早速取材？いや、同じく主役のご登場を待ってるところさ。一応アルセイユを何枚か抑えさせてるがな。それにしても今回はラッキーだったぜ。確かに通信社には美味しい話よね。世間を騒がす竜騒動と一緒に親衛艦の取材までできるなんて。竜と飛行艦隊の対決ってだけでとんでもねえ特ダネだからな。今回の同行取材にもほとんど全ての通信社が手を挙げたって話だぜ。やっぱりそうなんだ。でもよく選ばれたわね。ひょっとしてくじ引きとか？アホなわけねえだろ。うちを指名してくれたのは過去の報道を評価してらしい。あのクーデター事件での実績がここに来て聞いてるってわけさ。王国軍の人たちにもちゃんと評価されてるのね。いい記事を書いてりゃいつか評価されるってことだな。まあそんなわけだから今回も情報提供よろしく頼むぜ。こぼれ話的なエピソードがあると紙面を組むとき助かるんでな。了解したわ。ところでエステル、あのユリア大尉とは親しいのか？親しいっていうのとはちょっと違うと思うけど、
まあいろいろあったし、付き合いは結構長いわね。だったら一つ紹介してくれやしないか。あの女隊長の特集を組めって読者の要望がすごいんだよ。ユリアさんってそんなに人気があるんだ。ああ、クローディア殿下に対抗馬現るって感じだぜ。写真集の企画を進めてる出版社もあるっていう噂だからな。写真集？ま、あくまで俺たちの業界での噂さ。そんな企画立ち上げたって取材許可が下りるわけね。まあそりゃそうよね。ちょっと見てみたいけど。ユリア大尉への取材依頼、そのうちよろしく頼むぜ。親衛隊ってのは庶民にとって馴染みの薄い組織だからな。大尉への取材を通してその実像を報道したいのさ。竜が出てくるまではまずこの子のお顔を撮って、その後は館内の撮影のふりして女隊長さんを隠し撮りするんだ。よう、エステルじゃないか。どうしたこんなとこまで。ジンさんこそこんなとこで何してるの。あ、ひょっとして昼寝とか。そいつも悪くないが、少し稽古でもしようと思ってな。狭いところでじっとしてるのはどうも落ち着かなくていかん。そういうお前さんも散歩か何かの途中のようだが。私もじっとしてるのはなんだか苦手なのよね。でも稽古って言っても運動するには狭すぎるんじゃない？何？動くばかりが稽古というわけじゃない。これだけの広さがあればできることはいろいろある。へえ、例えば？瞑想や呼吸法はもちろん、型の復習も重要な鍛錬になる。とにかく俺たち遊撃士は実践ばかりで崩れがちだからな。折に触れて基本に戻り、自らを正すことも重要だぞ。確かにここのところ肩稽古なんてしてないわね。ジンさんに言われるとなんだか焦っちゃうかも。そう気にするな。今のはあくまで一般論さ。だが思うところがあるなら取り組んでみて損はないぞ。この俺でよければ喜んで大連の相手を務めよう。その時はよろしくお願いするわね。おう、楽しみにしているぞ。俺の方はもうしばらくここで鍛錬を続けるつもりだ。竜が現れるまでゆっくり体を温めるとするさ。
エステルは散歩？うん、そんなとこ。風にでも当たってたの？ええ、いい天気だし、くつろがせてもらってるわ。出番に備えて休むことも私たち遊撃士の仕事よ。特に今回みたいに時間が空くときはなおさらね。うん、それは分かってるけど、シェラ姉は今回の作戦が失敗すると思ってるの？さーて、どうだろう。まあ常識的に考えれば成功する可能性の方が高いわね。何しろ虎の子の警備艇が12隻も出撃してるんだもの。どれほど古代竜がすごくても逃げ切れるとは思えないわ。うん、そうだよね。今回はモルガン将軍もすごく自信ありげだったし。でもそれはあくまで表向きの顔に過ぎないわ。遊撃士を乗せることには少なからず反対があったはず。それを振り切ってまで同情を許可したってことは、モルガン将軍にも不安があるってこと？そう考えるのが自然でしょ。ま、だからこそ今はリラックスってわけよ。なるほど、納得。私も散歩を続けてこよっかな。そうなさいな。王家の船に乗る機会なんてそうそうないんだから。うん、そうだよね。じゃあ知らね。え、また後でね。私たちを乗せたってことは将軍にも不安はあるのよ。いつ出番が来てもいいように準備だけはしておかないとね。ま、それまでせ。エステルさん、もしかして落ち着かないんですか？うん、ちょっとね。じっとしてられなくって。そういえば定期船でもいつもお散歩されてましたね。あはは、言われてみれば確かに。行儀よく座ってるのってなんか窮屈なのよね。エステルさんらしいです。でもアルセイユではそんな心配はいりませんよ。どういうこと？王家の所有とはいえこの船は巡洋艦ですから。一般の飛行客船とは運動性能が段違いなんです。最大船速での飛行となれば立っているのも無理なくらいです。そんなにすごいの？きっと驚かれますよ。まるで嵐にあったようですから。そうなんだ。じゃあさながら今は嵐の前の静けさってとこね。ええ、おっしゃる通り。束の間の平穏かもしれません。館内をご覧になるなら今のうちだと思いますよ。あっと、言えてるわね。じゃあ私は散歩を続けるとするわ。はい、では後ほど。エステルさんのお言葉通り今は嵐の前の静けさですね。館内をご覧になるなら今のうち。これはこれは、エステル君、アルセイユは気に入ってもらえたかな？うん、もちろん。さすがに女王様の船は一味違うなって思ってたところ。お褒めに預かり光栄だ。新型エンジンが間に合い我々もホッとしているところだよ。もっともこれほど大規模な作戦があるとは思わなかったが。確かに、まさか竜が現れるなんて。誰？ああ、我々にとっても全く未知の相手だからな。万全の計画があるとはいえ
油断することは許されない。万が一の場合も考え、覚悟しておいた方がいいだろう。その万が一に備えて私たちが呼ばれたわけか。ああ、できれば諸君の手を借りずに済ませたいものだが、いかなる結末が待つものか、今はエイドスのみぞ知るというところさ。あ、そういえばユリアさん、ナイアルのやつがユリアさんを取材したいって言ってたわよ。取材？この私を？うん、親衛隊本来の姿を市民に知ってほしいんだって。あいつ仕事には真剣だし、信用できる話だと思うけど。彼の報道姿勢については私もかねてより承知している。でなければこうして同行取材を許可したりしない。まあそれはそっか。その記事の趣旨にも全面的に賛同するが、しかしここはお断りさせていただこう。え？賛成なのに？今まで取材を断ってきた他社の手前もあるからな。彼の通信社だけを特別扱いするわけにもいかないのだ。うん、確かに。申し訳ないが彼にはそう伝えておいてくれ。記事そのものについては私も楽しみにさせてもらうよ。了解です。残念だがリベール通信社の申し出に応じるのは難しい。記事の趣旨には賛成だが。哨戒艇メルダイ号より連絡。マルガ鉱山上空にて飛行中の竜を発見したとのこと。全クルーは直ちに持ち場へ向かえ。ギルド関係者はブリッジに急行されたし。来たわね。聞いての通り、竜はマルガ鉱山上空に現れた。ディスプレイを見るがいい。マルガ鉱山、ロレントに現れたんだ。よく見つかったわね。迎撃地点はどこに設定されますか？そうだな、湖に誘導するとはいえオートに近づけるわけにはいかん。迎撃地点はレナート川の河口付近に設定。哨戒艇は川沿いに竜を誘導。攻撃艇は直ちに発進せよ。アイサー、こちらアルセイユ。作戦行動中の全艦艇に告げる。迎撃地点はレナート川の河口付近。全哨戒艇はフォーメーション B で川沿いに竜を迎撃地点へ誘導。全攻撃艇は直ちに発進し迎撃地点に急行せよ。まさか彼が奴らの手に落ちるとはな。いっそ俺の手で切りよう。いかんいかん、ここで俺が動いたら同じことの繰り返しだ。俺も彼も同じ立場というわけか。エイドスよ、混迷の大地に立つ我らをどうか導きたまえ。
全攻撃艇発進しました。配置完了の予定時は一蓋二丸です。うん、アルセイユ発進。迎撃戦の南西へ急行せよ。アイサー、各部への動力伝達を再開。アルセイユ発進、レナード川河口南西へ急行せよ。攻撃艇所定の配置につきました。麻酔弾の装填も完了。よし、あとは竜が現れるのを待つのみだ。全攻撃艇撃ち方用意、号令とともに攻撃を開始せよ。アイサいよいよですね。見事だわ。うん、刺し物竜も手も足も出なかったか。やれやれ、スペクタクルだったね。バレリア古城に竜が墜落したのを確認。このまま予定通りワイヤーで拘束しますか。うん、安全が確認され次第アルセイユも降下せよ。着水して調査を行うぞ。アイサー、アルセイユ着水完了。竜の反応未だありません。よし、この目で確かめるとするが、大尉ついてくるがいい。はっ。あ、ちょっと君たちも来るといい。伝説の古代竜だ、滅多に見られる機会はないだろう。
この子ハンサムなのに眠ってたらもったいないかも。早く目を覚まさないかな。だから目を覚ましたらヤバいんだっての。しかしなんともたまげた生き物だぜ。うわー、これはすごいわね。あ、エステルちゃん。お前らも来たのか。殿下、危のうございますぞ。どうか船内にお戻りください。大丈夫です。それにしても間近で見ると本当に大きな生物ですね。これって本当に眠ってるの？心音は確認されたから死んではいないはずさ。まあ普通の魔獣なら千匹は眠らせられる量の麻酔が打ち込まれているからね。簡単には目を覚まさないだろう。そっか。あれ、そういえばあのレーベって男はどうしちゃったのかしら。どこかに身を潜めている気配はなさそうだが。実験の要となるゴスペルはあのレーベ君が持っていたはずだね。それがここにないということは実験を放棄したということかな。竜を追っていた哨戒艇によると人の姿は確認できなかったそうだ。最初から乗っていなかった可能性は高いかもしれない。無理もない。おそらく我々の作戦を知って恐れをなして逃げたのだろう。そんな殊勝な男とは思えないんですけど。そうね、油断はしない方がいいわ。ところで竜はこの後どこに運ばれるのかしら。とりあえずこの状態のままレイストン要塞まで栄光させる。後のことは陛下やカシウスと相談して決めるつもりだ。なるほど。あれ、なんだドロシー、また何か見つけたの？気のせいかもしれないけど、この子の額の部分変な風に盛り上がってない？本当だ、丸く盛り上がってるわね。切れ目があるみたいだからひょっとして目だったり。まさかそいつが本命か。しません。熱源は探知しているのに。何らかの妨害波を発しているということか。ならば手法に切り替えろ。竜の速度さらに上昇中。時速2300セルジュ、2400、2500、2600。くっ、なんという化け物だ。警備艇の最高速度を軽く上回るとは。ですが新型エンジンを搭載したアルセイユなら追撃可能です。全クルーに告げる。
これよりアルセイは最大戦速まで加速を行う。各員 G に備えよ。どういうこと？急加速の G がかかります。しゃがんで姿勢を低くしてください。わかった。加速開始。絶対に竜を逃がすな。はい、マム。ではロストします。ギリギリまで食らいつけ。まだ雲は切れないのか。待って、ここはどのあたり？霧降り峡谷か。ひょっとしてもう霧の中に入ってるんじゃ。リュウ、高度1200アージまで降下。1100、1900、ロストしました。ユリアさん、見失っちゃったの？ああ、霧降り峡谷の北西部、霧の深い難所に逃げられた。例の空賊アジトにアルセイユを止められるか？いえ、アルセイユの大きさでは不可能です。そうか、作戦終了。後続している哨戒艇に峡谷周辺を監視させろ。アルセイユは一旦ボースに戻せ。竜が逃げ込んだのは霧降り峡谷の北西部、空賊アジトがあった場所より奥にある霧の深い難所です。つまり飛行船を使った捜索は難しいということですね。残念ながら地上から捜索部隊を派遣するしかないでしょう。ちょっと待って、大勢の兵士を差し向けたらまた竜に逃げられちゃうわよ。そうね、ここは少人数で捜索して竜の隙をついた方がいいわ。つまりこの先はお主らに任せろということか。難所の探索は軍人よりも我々の方が慣れていますからな。適材適所というやつでしょう。だがお主らとて捜索するあてはあるのか。確か峡谷の北西部には道らしき道もなかったはず。行き当たりばったりでは何日かけても終わりはせんぞ。それはそいつは任せとけ。お主は？アガット！ピーター！よう、邪魔するぜ。失礼します。どうしてここに？それよりも、もう動いても大丈夫なの？怪我の方は問題ねえ。ただのかすり傷だからな。ピーター、本当？無理はしてないと思うよ。
そっか、だったらいいんだけど。体力だけは有り余っているようだな。任せろと言っておったが、作戦の顛末は聞いているのか？ああ、ルグラン爺さんから大まかなことは聞いてきた。竜は霧降り峡谷の北西部に消えたそうだな。うん、そうだけど。霧降り峡谷について詳しいやつを知っている。そいつに頼めば竜の隠れた峡谷の北西部に渡れるだろう。ほう。それって誰なの？峡谷の東側に住んでいるウェムラーっておっさんだ。昔道もない北西部に渡ったことがあるらしい。そっか、あの小屋に住んでいるおじさんね。さすが遊撃士、日頃の地道な情報収集が実を結んだということだね。しかし実際に竜を見つけたらどうするつもりだ？お主らだけで退治できるような生優しい相手ではないぞ。竜の額にはゴスペルが仕込まれていたそうだな。まずはそいつを何とかするのが先決だろう。考えてみれば、あれのせいで竜が暴れたかもしれないのよね。今までにもゴスペルはいろいろな異常現象を起こしているし。ゴスペルを無力化できれば竜の暴走を止められるということか。うん、理屈としては合っている。ゴスペルの無力化というと、ケビン殿が使った方法を思い出すな。あの時はアーティファクトをゴスペルに叩きつけることでショートさせていたが。そんな悠長な真似はしないさ。フレームごとゴスペルを破壊するだけだ。何？ちょっと待って、ゴスペルを壊すってそんなこと簡単にできるの？確かものすごく硬いフレームで包まれてるんじゃなかったっけ？それについてもなんとか目処がついた。こいつだ。それって根元に何かのユニットがはめ込まれているみたいね。今朝ラッセルのじいさんが定期便で送ってきた新発売、ゴスペルのフレームを破壊するためのユニットだ。一体どういう仕組みなんだい？ですね、このユニットがフレーム素材のみ崩壊させられる波長の高振動をブレード部分に与えるらしいです。振動が原因で 2,3 回使ったら壊れちゃうそうなんですけど、うまく刀身を食い込ませられればゴスペルを破壊できるそうです。よくわからないけど、めちゃめちゃすごそうな発明かも。さすが王国一の天才学者だ。さっきティータにつけてもらったばかりだが、どうやら問題なく動きそうだ。あとは実際に竜を探し出して額に食らわせてやるだけだが、どうだい将軍さんよ。まったく、そこまで用意されたのでは認めてやるしかないではないか。俺たちに任せていいんだな。うん、やれるだけはやってみるがいい。ただし念のため、飛行艦隊を峡谷の周りに展開しておく。お主らが竜を逃がした時、即座に対応できるようにな。上等だ。無駄玉を打たせないようせいぜい気張らせてもらうぜ。この後アルセイはボース地方の上空を巡航する。竜の居場所が特定できたらよろしく連絡をお願いしたい。うん、任せて。竜の居場所が分かったら
ジークに伝えてもらいます。私が同行していない場合もエステルさんの近くにいるようお願いしておきましたから。ニュン殿下、同行するならばくれぐれもお気をつけくだされ。エステル・ブライト、それからアガット・クロスナ。なんだ。もしジュウが峡谷から逃げたら、軍が責任を持って何とかしよう。もう二度とリベールの民を傷つけるようなことはさせぬ。だから失敗を恐れずにやれるだけやってみるがいい。モルガン将軍、まさかあんたからそんな言葉が聞けるとはな。どういう風の吹き回しだい。何、ただの社交辞令だ。大尉、出発するぞ。はよろしく。さてと、霧降り峡谷にいるウェムラーさんを訪ねるのよね。ああ、それよりもやっぱりついてくるつもりか。もちろんです。振動ユニットが故障したらその場で修理できますし、飛んでいる相手だったら動力砲が役に立つと思うんです。しゃあねえな、あまり無理して足を引っ張るんじゃねえぞ。はい。なにお姉ちゃん、なんだってんだ。いや、なんと言いますか、今まで以上に馴染んでるなって思って。どうやらいいことがあったようだね。何言ってやがる。焦ってやんの。でも気持ちの整理はつけられたみたいじゃない。まあな、もう一人で突っ走って自滅するような真似はしねえさ。またどこぞのちびすけに怖い顔で叱られたくねえしな。あがったさんだな。そっかそっか。よし、それじゃあ霧降り峡谷に急ぎましょう。うん。おう。モルガン将軍から連絡があったぞ。お前さんたちが霧降り峡谷に向かうそうじゃの。うん、少人数での行動は私たちの方が慣れてるからね。ああ、適材適所ってやつだな。うん、将軍が許可したのならわしが異を唱える筋合いはない。軍が面倒を見ると言っとるんじゃ。おう、そのつもりだぜ。責任重大だけど精一杯頑張ってくるわ。うん、吉報を待っとるぞ。